課長図憲本着色、石崎有志校下3年2月28日は、江戸時代後期の長崎派の絵師。唐埋危機として漢画、洋風画を折衷させた写実的洋風画を確立。洋名、慶太郎、有志は通称。字は、死生。大鳥リレーと合志、後にっぱなししと改める。巨豪に、革命堂、刹羅館、倍竹園などがある。長崎の人。 辛い目利きの荒木元流の子として生まれる。父から、漢が、洋風画を学び、ガラスへの絵付け法も習得。父元徹の師である、石崎玄徳からも、洋風画を学ぶ。父の師石崎家では、初代玄徳が明和7年に没し、安永7年には二代元将が、世継ぎのないまま48歳で没する。元通の実施元じめを養子としたが、 この三代元始までもが溶接してしまう。元徹の意向で勇士は石崎家の養子となり、21歳にして石崎や四代の家督を継いだ。一方、荒木家は養子の荒木助元が継ぐが何らかの理由で家を離れる。勇士は長崎官画や南平派の画法にオランダから伝わった遠近法、陰影法をうまく取り入れ、 独自の写実的画風を生み出すことに成功。画材に竹、長崎画壇の中心的な存在となった。文化分世期には、門人が274名になったという。木下五つくも、鉄、大祖門、三浦青木リモンらも入門している。監視は、吉村うさい、天国を、清水白民に学ぶ。完成11年から1年間にわたり大阪、伊勢などを有歴。 木村健阿指導や元織の利長と交友する。14歳で唐い目聞き見習いとなり、20代頃にで唐い目聞き翻訳に昇進。32歳の時に遠方、しき絵図人係に民ぜられ、清氏族気分を制作。55歳の時、オランダ船に船採されてきた像を射精し、全像活岩を観光。天保三年、64歳の時、 松森神社の職人陣営を再式し、修繕に尽くした。翌年に52年間勤めた職を実施するが、その功労が認められ死没する79歳まで、毎年銀300目が送られた。勇士の人生は、順風満帆に見えるが、29歳の時若妻を、失い37歳の時このトール済みが溶接。十五歳の時名娘を亡くしている。 高歌三年没。孫の雄吉が後継となった。隠居後も、名称図などを盛んに描いており、河原慶河の慶河写真層に情を寄せていることから、町江氏との交流があったことがわかる。交うのあった、田野村築伝は、武田荘氏優雅録で、西洋画を良くするという詩を記している。ありがとうございます。